オバリア・ステイン、アイアンモンガーとして知られる彼は、母を幼くして亡くし、父はギャンブルで幸運が続き、拳銃のロシアンルーレットで偶然、自分を撃ち抜いた。心的外傷を負った彼は、髪をなくし、敵を研究して追い込む策略家となった。彼は会社を立ち上げて CEO となり、ライバル会社のトニーを追い込んで彼を、スターク・インターナショナルから追い出した。ステイン・インターナショナルと名前を変えて会社を運営する中で、不老者となっていたトニーは、新たな会社を立ち上げる。危機感を覚えたオバリアは会社を襲撃し、アイアンモンガーを制作して、トニーと対決。敗北した彼は自身を撃ち抜いて自殺した。